いやいや、まあまあ、ちらっと言うとったもんもおるけど、この天下一もな、もちろん方法、やり方は、まあ、結論を出す、勝敗を決める、そのための鍛錬、そのためのまあ、参加者のものにも、まあ、投票権があってというものに方法はなっておる。しかしながら結論、結果、これは長い目を見たときにこの武将隊文化を広げていくという一つの目標があるということだけは、まあ、我らも忘れてはいけないし、そして我らの援軍も忘れてはいけないし、けども売られた喧嘩は買ってやろうと勝たなきゃ意味ないな。まあ主らもよく分かる、まあ主らも、まあ、一応我が援軍とおって、話をするけども、主らも偉い、やっぱ緊張するよな。大丈夫、嫌ってほど鍛錬してるから、まあ今日が本番でも問題ない。これはおごっとるわけでも何でもない、めちゃくちゃ高い集中力でやっとるから。主らがもし入ったらきっと言葉も喋れないよ、その鍛錬場に、うん、そのぐらい集中を高く、プラス絆もやっとる、もうすでにな。まあみんなが多分同じ思いで戦っておるんだろうと思っとるし、まあ主らのためにも我らのためにも、そして日の本のためにも戦い抜いてやろうなということで、まあ昨日もな話し合ったばかりだからな。はい、大変でございます。まあ楽しみにしとってちょうよ。楽しみなんじゃないということで帰れというちょうどいいところでお時間と相なります。まあこの後はわしらは鍛錬をすると、今日たまたまな、あの新西ラジオがスペシャル番組かなんかで特番をやるということで、我らお呼びがかからなかった故に、良き鍛錬日と2日連続で鍛錬日を全員ですることができるということで、まあ時間が許す限り鍛錬してくるから、後ろは土日来るもの、まあ、セントレア行くものしかと応援できるように体調を整えてな、しっかりと寝て、しっかりと飯食って、しっかりと笑って、土日また会おうで。お旅はリアさんでした。さらばじゃ。ありがとう。ありがとうございました。じゃあまた土曜日な。